どうも、マンチョウジャ翼です。ですね、カツオ漁船の交番員のヤバすぎる給料について語ります。はい、29年4月13日ですね。6航海で、出航日が28年4月9日。期間日が、29年3月30日。日数が362日。水揚げ金額が5381万円。水揚げ経費が2億4650万円、船員歩合が1億1546万円、一人前配当金が652万円、日数が362日、時報が 0.9 時報、給料が279万円、解禁手当が7万円、反戦補助金が2万円、有給手当が13万9000円、配当金が308万円、支給合計が610万円ですね。家庭送金が77万円、船内貸付金が59万円、魚代その他が31万円、船員保険料が38万円、源泉所得税が47万円、船員組合が3万円ぐらいですかね。で、排除金額が256万円。で、差し引き支給額が610万円引く256万円なんで、354万円ほどですかね。はい、終わります。